さんこんにちは、ニューヨーク在住のマリナです。今日は鶏もも肉を使った作り置きレシピを紹介していきたいと思います。肉が売ってて、これ前回買ったんですけど約 1.8 キロあります。今回使うのは鶏もも肉、骨付きのものになってます。コストコとかで肉を大量に買った場合とか、あと骨付きのお肉を大量に買った場合などに参考にしてもらえると嬉しいです。ではでは早速レッツクッキング。はい、じゃあ鶏の下処理を行っていきます。骨と皮がしっかりついてるので、これらを1個ずつ取っていきます。ちょっとね、最初めんどくさいんですけど、これをね最初やっておくことで、この後すっごい美味しいボーンブロススープっていうのがねできるので、全部取っていきます。結構筋とかね、アメリカの、この鶏たちはね結構多いんですよ。なので、後でも取るんですけど、大体ね最初に全部まとめて取っちゃっておきます。結構骨取りにくいんですよ。こんな感じで骨に沿わせるように包丁入れると結構取りやすかったりとかします。はい、続いてボーンブロススープを作っていきます。ボーンブロススープって何かっていうと、鶏の骨から取った出汁汁ですね。で、これがすっごいダイエット効果とか美肌効果があるっていうのにニューヨークでなんかねすごい人気なんですよ。で、これに私は野菜の端材を入れて作っていきます。人参の根っことか、あと玉ねぎの芯の部分とか葉の部分とか、あと何でしょうね、セロリの茎の部分とかっていうのをジップロックにいつも保存してて、それを一緒に入れていきます。で、お水を入れて炊飯を押すだけということです。これでヘルシーなボンブロススープができます。はい、じゃあ続いて茹で鶏の準備していきます。ちょっとこれも下処理が必要なので先にやります。切り込みを入れて厚さを均等にしていきます。でね、柔らかくするポイントとして、この砂糖をねちょっと揉み込むんですよ。だいたい大さじ1くらいかな、2枚でこういう風に揉み込んでパッキングしておきます。で、次親子丼の準備をしていきます。これはね今日食べるっていうよりかは、もう作り置きでいつでもこうパッと非常食で食べれるようにストックしておく分のやつです。で、さっきの鶏肉を一口大に切って2枚だけ後で使うので、これは大きいまま残しておきます。で、親子丼用に玉ねぎ4分の1個ですね、2人分でを千切りにしていきます。トントントンと最後までちょこちょこやっていきます。で、この一口大に切ったチキンですねをジップロックに入れて、玉ねぎも一緒に入れていきます。で、ここでめんつゆとみりんで味付けをしておくだけです。めっちゃ簡単。だいたいね、めんつゆとみりんがあれば日本食ってね、味が決まると思っているので、これをもみもみとしておきます。で、空気を抜いてジップロックしておきます。で、これは食べるときにお水を加えて卵で閉じていただきます。冷凍してもいいし、このまま1日2日置いといてもいいです。はい、じゃあ茹で鶏を完成させていきます。お湯を鍋に沸かして、お塩とあと生姜のチューブですねちょろっと入れて沸騰させていきます。で、ここにさっき冷蔵庫で休ませた鶏ですね、砂糖を漬け込んだやつを沸騰したお湯の中に入れていきます。砂糖を揉み込むことによって、お肉に水分が吸収されやすくなって、めちゃめちゃジューシーに仕上がるんですよ。なので鶏胸肉とかでもこれやるとめっちゃ美味しく、鶏ハムみたいな茹で鶏ができます。はい、で、もうここで火を止めて1時間ほど放置して完成でございます。はい、こんな感じになります。粗熱が取れたらタッパに入れていきます。サラダとかね、バンバンジーのトッピングにこれめちゃめちゃいいので、漬け汁と一緒にしておきます。はい、ではどんどんいきます。照り焼きチキン、作り置きと晩ご飯用のもの作っていきます。砂糖、酒、みりん、醤油で味付けていきます。もうね、日本のご飯って大体この調味料があればね大体決まるということで、はい、私は砂糖が1、他の材料が大さじ2っていう1対2の割合が私的には一番美味しい割合でございます。はい、で、フライパンにちょっとだけオリーブオイルをひいて、チキンを焼いていきます。残りのチキンですね、はい、一口大に切ったやつはお弁当用で、この大きいやつですね、もう一緒にやっちゃうんですけどね、やっちゃうんですけど、これは晩ご飯用なので、
一緒に炒めてしまいます。まあ、全部ね一口大でもいいんですけど、なんか晩御飯用にはね大きい方がちょっと見栄えするかなっていうのでちょっと切り方を分けてみました。はい、であんまり揺すらずに放置して焼くことで結構カリッと焼き目がついてくれます。でさっきの合わせ調味料ですね、両面が焼けたら入れていきます。ここで中火くらいにして、調味料を煮詰めていきます。おー、いい感じの色になってきます。ここまで来たらもう完成ですね。とろっとした感じの照り焼きチキンになります。あー、いいですね、食テロな感じ。はい、最後にタレをかけて、あと私は白ごまを最後に振りました。完成です。これが晩ご飯のおかず用で、こっちがお弁当用。お弁当は2食くらいかな、こんな感じです。ボンブロスを最後仕上げていきます。最初に炊飯器に入れたやつですね。めちゃくちゃお野菜がくったくたになってて、おー、もうねこれめっちゃいい匂いなんですよ。はい、ダイエット効果が高くて、お肌や髪の毛とか爪にもいいって言われてる最強の美肌スープですね。これをザルでこしていきます。鶏の骨からもいいお出汁が出てね、ニューヨーカーの人はこれスタバのカップみたいな、なんかねそういうカップに入れてなんか街中で飲んでるんですよ、コーヒーみたいに。そう、びっくり。でこうやってこして出していくと、黄金のこのようなスープが完成いたします。もうねこれね、このまま飲んでも美味しいですし、なんかの出汁に使ってもめちゃめちゃ美味しいです。こんな感じの黄金のスープが出来上がるわけです。でこのボンスプロススープ、冷やすとこんな感じで油分とコラーゲンの部分が分離するんですね。なのでカロリーが気になる方はこの上の油分っていうのはこうピリピリっとね、なんかホワイトチョコレートみたいになるんですけど、これを剥がしちゃって下のコラーゲンの部分だけね、純粋なもうねコラーゲンですね、お肌にいいコラーゲン、ここだけ使っていくこともできますと。最後にね、このボンブロススープそのまま飲んでもいいんですけど、私この間そうめんに入れたらめっちゃ美味しかったのでそれを紹介します。カッペリーニ風です。トマト2個分と、あとこれバジルですね、シソとかでも美味しいかも。それにオリーブオイルと、あとはめんつゆを入れて、でそうめんですねを2人分これあえてだけですね。めっちゃ簡単、夏はそうめんなんですよ日本人は。はい、ということで、くるっとねちょっとなんかパスタ風になんて盛り付けちゃったりなんかして、はい、でここで出てくるのがさっきのボンブロススープですね、冷やしておいたやつがトッピングでちょっと使っていきます。出てくるかな、出てきましたね。はい、はい、これがね本当にね上の油分取るとこんな感じでプルプルになってるんですよ。でこれをちょっと崩して、最後このそうめんの上に乗せていきます。こうするとねちょっと味気ないそうめんがこのボンブロスのコクですっごいなんかね、なんか上質なものかのように美味しくなるんですよ。そうで見た目もね、なんていうのかな、このジェルってなんでこう高尚なものに見せてくれるんですかね。全然超簡単なんですよ。こんな感じで乗せていきます。はい、で最後に追いオリーブオイルと黒胡椒を振って完成でございます。ボンブロスジュレを乗せた、トマトのカッペリーニ風ですね。はい、これすごい旦那さんにも人気で、なんかパスタみたい、ちょっとレストランみたいっていうことで好評でした。はい、というわけで、鶏もも肉、骨付きの鶏もも肉を使った、作り置きと今日の晩ご飯の準備っていうのを紹介させていただきました。特に最初に作ったボンブロススープ、あれが本当に美味しくって、お肌にもすごくいいみたいですし、アンチエイジング効果もすごい高いって言われてるので、お野菜の使わないところとかのお出汁も
炊飯器でじわじわと出しているので、もうすっごい濃厚で、あれが一番ごちそうな感じがします。なのでもしよかったら真似してみてください。今回の動画参考になったよっていう方はぜひ高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。私のチャンネルではこういったアメリカでの生活とか、あと健康的な情報とか、こっちで流行ってるものとかを動画で出していけたらなと思うので、ぜひご興味ある方はチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。